リンカーンは2012年公開のアメリカ合衆国の電気戦争ドラマ映画である。スティーブン・スピルバーグが監督し、ダニエル・デイ・ルイスがアメリカ合衆国大統領のエイブラハム・リンカーン、サリー・フィールドがメアリー・トッド・リンカーンを演じる。ドリス・カーンズ・グッドウィンによる電気ボン、リンカーンを原作とし、リンカーンの最後の4ヶ月が描かれる。 撮影は2011年10月17日に開始され、2011年12月19日に完了した。アメリカ合衆国では2012年11月16日に、ディズニーのタッチストーンピクチャーズを通し、ドリームワークス配給で公開される。また国際配給は20世紀フォックスが行う。第85回アカデミー賞では、 作品賞を含む12部門でノミネートされ、主演男優賞とアカデミー美術賞を受賞した。アメリカ合衆国、第16代大統領エイブラハム・リンカーン、史上最も愛された大統領と言われ、常にユーモアを絶やさず、黒人を含めた全ての人々にオープンに接する人物だった。1865年1月、大統領に再選され2ヶ月が経ったが、 アメリカでは4年以上に及ぶ南北戦争が未だ続いていた。リンカーンは毎晩一人で船に乗り、どこかへ向かっているという不思議な夢を見るようになる。夢の話をされた妻、メアリー・トッドは、船は奴隷制廃止を盛り込んだアメリカ合衆国憲法修正第13条であり、十分に支持されている大統領なのだから可決の見込みのない法案に執着することを止めるように、 忠告する。1862年の奴隷解放宣言で、奴隷は解放されたかに思えたが、戦時中の彼の政権の影響下にある北部の多くの州は、宣言前に、すでに奴隷制が廃止されている上に、有事に際して北部に加盟した奴隷制継続州は、宣言からは除外されており、適正力である奴隷制を維持している南部には、 宣言が通用する状況にないため、この宣言で実際に解放されたものはわずかであり、さらにこの宣言は、戦時の立法措置として戦争が終われば効力は失われることになる。すべての人間は自由であるべきと信じるリンカーンは、奴隷を永久に解放するため、一度は上院を通過したものの、下院で否決された、アメリカ合衆国憲法修正第13条を、 会議会でも可決させることを決意する。しかし、すでに戦争は北部入政で終結へと進んでおり、カーンの所属する共和党でも、これ以上犠牲者を出さないために、1日も早く戦争を終わらせるべきとの意見が強くなっていた。北部でも多くの人々は、奴隷制には反対していたり、嫌悪感があっても、黒人と共に暮らしていくことには、 不安を持っているという状況があるので、戦争が終われば、奴隷解放の機運が弱まることは、確実となる。戦争の犠牲と人間としての尊厳のジレンマ父母の反対を押し切って戦場に向かう長男、ロバートや、大統領就任後に三男ウィリーを失ったことで、距離が生じているメアリー・トッドとの関係に苦悩しながら、終戦前の可決へ向かって、 ウィリアム・スワード国務長官と協力して、可決への工作を始める。リンカーンは、プレストン・ブレアに、共和党保守派結束の条件とされた、南部連合との和平交渉へのつてを彼に委ねて、時間を稼ぎ、修正第13条では平等に関して不十分と、する共和党奴隷解放求心派の領収 タデウス・スティーブンスを説得して、党をまとめ上げ、可決に必要な3分の2以上の賛成票を確保するため奴隷制廃止反対の立場を取る、北部民主党病の切り崩しを図り、再選に伴う選挙で数ヶ月後には議席を失う、民主党議員に対し、失職後の公職ポストを条件に賛成票に転じる、説得を秘密裏に行うようにロビーストたちに指示する。 だが、この動きは民主党にも伝わってしまいなかなか目標には届かない。さらに議員たちにも南部が和平提案をしているという噂が広がり、実際にアレキサンダースティーブンス南部連合副大統領、率いる施設団と北軍司令官のユリシーズ・エス・グラント将軍がバージニア州の連邦輸送戦場で非公式な会談を行っていた。交渉は決裂したものの、 グラント将軍から南部の施設団をワシントンに迎え入れるように提言されたリンカーンだが施設団を船に乗せたままハンプトンローズまで移動して待機するように電信を送る。タデウス・スティーブンスも法案担当者ジェームズ・アシュレーからの可決のための妥協の要請に対し苦渋の思いでこれまでの不死を曲げ修正案は黒人との人種の平等でなく 法の前での平等を目指したものであると議会で明言をし、ロビーストを通じたリンカーンの策を受け入れ自身の選挙区の議席確保優先の民主党議員を賛成票に取り込むことに成功する。スワードに票に出て行動しないように言われていたリンカーンだったが、ロビーストたちと対策を練り直し、賛成票に転じる可能性のある民主党議員たちに直接働きかける。 特に奴隷制は嫌をしているジョージ・イエーマン、民主党議員の、平等になれば、公民権をはじめとした白人と同じ権利を、与えなければ、人道的ではなく、そうなった社会が恐ろしいというに、二律背反な心理に対し、妻の黒人家政府、エリザベス・ケックリーから、自由が何をもたらすかわからない。でも自由になることが先で自由になるために戦ってきた。 と聞いたこともあるリンカーンは、奴隷解放後の平和は、戦争より危機的かもしれないが、その都度問題に立ち向かって乗り越えていくしかないだろうと、語る。そして採決の日、民主党議員がワシントンに、南部連合の停戦交渉施設団が来ているという、情報を得たためとして、採決の延期を要求するが、執務室で、質問内容を聞いたリンカーンは、 施設団がこの町に来ていることは全く知らないと、一応は虚偽ではない回答をしたため、採決が開始される。議員一人一人が名前を呼び上げられて、賛否を向上する中、イエーマン議員が民主党でありながら、賛成の声を上げる。民主党からの裏切り者という罵声と共和党の歓声で一時騒然と、する議場だったが、その後に、危険や、 賛成を口にする民主党議員が続いていく。リンカーンの工作は成功し、修正案は規定票数を2票上回るという僅差で可決される。リンカーンはハンプトンローズで施設団と会談し、南部連合は国ではないので、停戦、和平のための条件交渉はする気はなく、降伏しか受け入れないこと、南部連合諸州は合衆国構成州として、 回復再建していくことはできるが、合衆国憲法下の州として、奴隷制は継続できないことを述べる。南部施設団は、偽善的、北部の結束は、砲弾と、死、戦争で多大な犠牲者を出したと責められるが、リンカーンは、民主的プロセスを踏んだ。世界に合衆国の民主主義は無秩序ではないと示せた。次は流された地と犠牲に報いねばならないと対応する。 交渉は不調に終わり、戦いは続くが、その数日後、グランド将軍は、アポマトックス裁判所にて、ロバート・イーリー南部連合軍司令官からの降伏を受け入れ、南北戦争は終結する。戦争は終わっても政務は忙しいものだったが、リンカーンとメアリー・トッドは、気晴らしに感激に向かう。同じ夜、リンカーンの4男タッドが両親と違う劇場で、 感激中、いきなり劇が中断され、支配人が、大統領が撃たれました。フォード劇場でと知らせ、劇場内に悲鳴が満ちる。リンカーンは、ピーターセンハウスに運び込まれ、翌朝亡くなった。エドウィン・スタントン陸軍長官は告げる。彼は、歴史の人となった1999年に、スティーブン・スピルバーグはプロジェクトについて話し合い、グッド・ウィンはスピルバーグに、 リンカーンの執筆計画があることを語り、スピルバーグは映画化権をすぐに欲しいと述べた。2001年にドリームワークスは契約を済ませ、同年末までにジョン・ローガンが脚本執筆契約を交わした。彼の草案は、リンカーンとフレデリック・ダグラスの友情に焦点を当てたものだった。劇作家のポール・ウェッブが脚本書き直しのために雇われ、 2006年1月に撮影開始が予定されたが、スピルバーグが脚本に不満を持ったので延期された。d m ムニソンによると、ウェブの草案は、リンカーンの大統領人気全体をカバーしたものであった。ウェブに代わって、トニー・クシュナーが雇われ、リンカーンの生涯のうち4ヶ月に焦点を当てた500ページの草案を書き、さらに2009年2月、 修正第13条採決に終始する2ヶ月を描いたものに書き直された。2005年1月当初はリーアム、B.M. ニーソンが、リンカーン役にキャスティングされ、ニーソンは、役作りのためリンカーンの広範囲にわたって、研究していた。しかし2010年7月、もう僕は、賞味期限切れだよとして、降板した。2010年11月、 デイルイスが演じることが発表された。サリー・フィールドは当初、早ければ2007年9月に、キャストに加わると発表されたが、正式に加わったのは2011年4月であった。スピルバーグは当初から、フィールドの起用を望んでおり、メアリート・トッドリンカーンという人間の複雑さと、脆さを演じられるのは彼女しかいないとコメントした。 フランシス・プレストン・ブレア共和党議員を演じた春、ホルブルックは1975年にテレビシリーズ、リンカーンで、リンカーン役を演じたことがある。インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国のプロモーション中の2008年5月、スピルバーグは2009年初頭に撮影を開始し、リンカーン誕生200周年から10ヶ月後となる2009年11月に、公開する意向を発表した。 2009年1月、マサチューセッツ州トーントンとダイトンが撮影予定地として視察された。スピルバーグは以前、アミスタッドが商業的に失敗したという理由からプロジェクトを遅らせていたパラマウント映画 CEO のブラッド・グレイに配慮して制作費には5000万ドルを要求した。スピルバーグは2010年以降の自作をすべて配給することに合意した。 タッチストーンピクチャーズを望んだが、ドリームワークスと共に本企画を進めていたパラマウントに生産する余裕がなかった。撮影はバージニア州ピーターズバーグで行われた。ロケーションマネージャーのコリーン・ギボンズによると、街に映画制作者を集めることが歴史的建造物の180度の眺望であることは非常に稀である。他にフレデリックスバーグやリッチモンドの バージニア州議事堂でも撮影された。劇中でリンカーンの懐中時計の音が聞こえるシーンはケンタッキー州フランクフォート歴史研究博物館に保管されていたリンカーンが暗殺された際に所持していた本物の懐中時計の音を使用した。デイルイスは本作への出演を1年間の準備期間を条件に受諾し、私が興味を持ったのは リンカーン個人の経験を主観的に理解することであると語っている。そのために髪や顎ひげを伸ばし、リンカーンが書き残した書物を読み漁り、メアリー・トッド・リンカーン役のサリー・フィールドと4ヶ月間当時の文体で綴って、文通を行ったという。一方、スピルバーグはリンカーンに敬意を表すため、制作期間中は常にスーツを着た。映画音楽は、 ジョン・ウィリアムズが作曲し、シカゴ公共楽団とシカゴ公共合唱団により収録され、2012年11月6日にサウンドトラックが発売された。アメリカ合衆国では、タッチストーン・ピクチャーズとドリームワークス、その他の国々では20世紀フォックスにより配給された。日本での宣伝の際には、スピルバーグのメッセージが付けられた、特別予告編が使われた。 2013年3月31日には、在日アメリカ大使公邸で、試写会が行われ、現職国会議員の小泉慎二郎、白新君、菊田真紀子、東松、健三大津市長の小石直美らが出席した。2013年3月26日に、ブルーレイ、DVD、デジタルダウンロード版が、タッチストーンホームエンターテインメントより発売された。 ディズニーエデュケーショナルプロダクションズは、スピルバーグが、教育者たちから本作をカリキュラムに組み込みたいという、手紙をもらったことにより、アメリカ合衆国の3万7千100の中学校に、DVD と、教本、スタンドトール、ライブライクリンカーンを配布することを決定した。また、リンカーンの名がついた15の中学校、高校に対して、映像機器の寄付も行われる。 スピルバーグは教師たちから学校への DVD の配布を希望する手紙を受け取っており、リン・カーンが彼の人生を歴史の本で学んだ大人たちだけでなく、今まさに教室で勉強している若い生徒たちにとっても教育的価値があるものだと気づかされましたとコメントした。2013年4月18日時点で制作費6500万ドルに対し、 アメリカ合衆国とカナダで一億八千二百十八万二千八百三十六ドル、その他の国々で八千百五十一万三千七百六十三ドル、全世界で合計二億六千三百六十九万六千五百九十九ドルを売り上げている。アメリカ合衆国とカナダでは十一劇場で限定公開され、初週末に九十四万四千三百八ドルを売り上げ。 同週末興行収入では15位となった。翌週末には1775劇場に拡大され、2104万9406ドルを売り上げて3位まで浮上した。拡大公開の成功により、ディズニーは劇場からの要望を受けて、追加のプリントを生産した。本作は批評家からは、 高い評価を受けており、ロッテントマトズでは242件のレビューに、基づき評価の平均を8、10とし、好意的な評価の割合89%の支持を得ている。メトクリティックでは44倍体のレビューで、過重平均値は86,100となった。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは星4つの満点をつけ、ダニエル・デイルイス演じるリンカーンは、 現実的に政治を行う上で必要な自信、忍耐力、意志の強さを証明したと語っている。コロンビア大学の歴史家で、ピューリッツァー賞受賞者のエリック・フォーナーは、映画が修正第13条の成立の経過が、ひどく誇張されているという趣旨の手紙を、ニューヨークタイムズに送った。ノースウェスタン大学のケイト・マスワは、 ニューヨークタイムズで映画が奴隷制度廃止運動における黒人の役割を単純化しており、機会を無駄にしたと指摘する記事を書いた。連邦会議員、ジョー・コートニーは劇中でコネティカット州選出議員が憲法修正案に反対票を投じた描写が事実とは異なると指摘した。実際、議会調査部に問い合わせたところ、4人いた。 同州選出会議員の全員が賛成票を投じた記録が残っていたとのこと。コートニーはスピルバーグに対して該当箇所の修正を求める一件書を提出している。第85回アカデミー賞、第66回エコクアカデミー賞、第70回ゴールデングローブ賞のすべてで最多ノミネート数を記録した。ありがとうございます。